宇水城の戦いは、戦国時代の A69 年に、北条氏より木の千葉市、原市と植杉氏の間で起きた戦闘を。暴走を支配しようとした後、北条氏と植杉氏の関東総派から起こったもので、これがために関東のところどころで衝突が起こるが、宇水城の戦いもその一つである。永6 9年の正月末に、越後国の戦国大名、上杉謙信は、下屋国佐野に向けて、 軍を進めた後、日立国へ出兵。先の上杉軍が攻略していた小田城を奪取した小田市地を攻め、2月16日に、これを解除させるときうちの人々の売買の許可を出す。2月中に、下宇佐国西北部へ侵入し、関越軍による乱暴牢石の禁止の政策を松戸市の本土寺に出した。3月には、船橋大宮宮にも、 同様の政策を発給した。船橋は江戸湾の重要な港で物資の集積地として繁栄しており、船橋を掌握して、兵糧等の物資を調達して、軍事行動を展開しようとしていた。そして3月20日、北条氏に組みする千葉種との家臣原種貞の治める下宇佐雨水城へ進行、上杉勢が有利に戦闘を進め、未城の際まで迫ったが、 金沢より指揮を託された、軍師、白井入道、清さんの地望や、この戦いでの活躍を赤鬼と維持されるようになる、北条軍、松田康志号の武勇によって、情勢が変化、関八州フル戦六。3月23日には、上杉勢は、数千人の死傷者を出した上、上杉法の里見氏、堺市の陣が、柄空きとなってしまい、23日の晩に、 上杉勢がそこに移った。このことから攻撃法の主力は上杉勢や北関東の諸将ではなく里見市、堺市の軍勢であったことが判明する。24日には上杉勢の敗北が決定的となった。撃退された要因は老上型の検討にあったと言える。上杉勢は4月半ばに退去した。室町幕府は利将軍家の後継者である。 足利義明の3月10日府の書状を義明の死者が、宇水まで持参して、北条氏と和睦して、幕府最高のために上落するように要請したことが、上杉軍の退却につながったのではないかと指摘されている。この宇水城での敗北により、上杉謙信から日立ち、上野、下野家の書商が離れていくこととなり、関東平定が困難な状況に陥った。 このことが、北条氏からの越相同盟の申し入れを受け入れる原因の一つになったと言われる。また、謙信が退陣したことにより、この時以降、北条氏がその滅亡まで、千葉氏を支配下に置き得たというところからも意義深いものがある。北条方の資料によれば、上杉軍の撤退が始まると、北条氏政は、武田信玄に敵数千人手をい死人で一つ伝え、 足利義氏は、進化の勢税山城上に、さ、二十三日大攻めいたし、五千余手を一人で着せしめ、二十五敗北の乱、誠もって、寛容ご満足に、こうと書き送った。しかし、この死傷者数には、誇張があり、噛みすぎ方の記録である、傍衆人数三百余人打ち死に、が実態に近いとする論考があるが、なぜこの数値を誇張と判断したか、 噛みすぎ方の記録を正しいと見たか、その論拠に関しての言及はない。諸州古文書と武前市古文書省の記録は手大い死人であり、海上年代記は内死にに限っているという違いもある。ありがとうございます。